はい、今回はバンコクでの滞在を終え日本に帰国します。日本からバンコクに来た便と同じくタイ国際航空のビジネスクラスを利用する予定ですので、スワンナプーム国際空港のラウンジの様子や帰国便の様子をお届けしたいと思います。ホテルから空港まではグラブを利用します。料金は高速の利用料なども含めて611バーツ、2700円ほどとなります。空港まで50分ほどで到着です。タイで2700円というと少し高く感じてしまいますが、50分も乗ってこのお値段と考えると日本のタクシーと比べると圧倒的に安いかと思います。注意点としましては、バンコク市内かなり渋滞することもあるため、グラブやタクシーを利用する場合は余裕を持って移動した方が良いかと思います。はい、スワンナプーム国際空港に到着です。2006年に開業した空港ということもあり、まだまだ綺麗、そしてとても広い空港です。開業当初は世界一延べ床面積が広い空港でした。もちろんその後に様々な新しい空港が開業されていますので、現在は世界一ではなくなっています。ただ当時国としてもかなり力を入れて作った空港ということがわかるかと思います。それではチェックインを済ませまして、ラウンジへと向かいます。ビジネスクラスを利用する場合はこちらのファストトラックが利用できますので、こちらから保安検査場へと向かいます。ファストトラックを利用できる条件はこちらの通りです。保安検査場を通過しますと、もうすぐ先にタイ国際航空のラウンジがあります。ファーストクラスやビジネスクラスの方々向けに動線がよく考えられています。このエスカレーターを降りればラウンジの受付になります。早めに空港に来たのですが、この時間帯はフライトが少ないようでかなり空いています。座席の奥はこのソファータイプの席で、少しパソコンなどを作業できるようなカウンター席も用意されています。それからこちら少しだけ個室もあります。それではフードとドリンクコーナーも見ていきましょう。こちらがフルーツや野菜のコーナーです。続いてメインメニューのコーナー、タイのハーブが添えられた魚のフライ、チキン入りの焼きそば、野菜のソテー、ライス、マカロニチーズ、ガパオ用のチキン、目玉焼き、同じくガパオ用のお肉ですが、こちらは豚肉です。そしてこちらマッサンカレーです。フィッシュチリソース、タイピーナッツソースときゅうりのサラダです。エビのワンタンスープ、こちらのスープを入れていただきます。それからこちらは豚肉入りのエッグヌードル、こちらもワンタンスープと同じスープでいただきます。ネギやコリアンダー、ガーリックなど様々な薬味も用意されています。こちらには野菜サンド、卵サンド、カニカマサンド、ツナサンド、ハムサンドに丸いパンタイプのツナのサンドイッチ、こちらもハムサンド、鶏のデザインをした薄切りトーストにチーズケーキなどが用意されています。さらにアップルパイ、アーモンドクロワッサン、シナモンデニッシュロール、こちらには春巻き、ほうれん草のチーズパイ、ほうれん草とチーズのラップアンドロール、エビフライケーキ、ソーセージクロワッサン、ソーセージチーズソースのストロンボリです。スイーツコーナー、カオトムマット、スコーン。タイデザートコーナーには綺麗なデザインのお菓子が並んでいます。続いてドリンクコーナー、シンハーやチャーン、タイの定番ビールや各種ソフトドリンクが用意されています。同じ冷蔵庫に少しだけヨーグルトも用意されています。もちろん赤ワインと白ワインもあります。こちらにはタイティーやタイティーに混ぜて楽しむゼリーやバジルシードも用意されています。こちらはアーモンドミルクやスムージー、
トマトとオレンジのミックスジュース、ココナッツジュースなどがあります。こちらはストレートタイプのトマトジュース、それからインフィーズドウォーターです。まずはこちら、タイらしくチキンと豚肉2種類のガパオと魚のフライをチャンビールと一緒にいただきます。ラウンジの料理は種類も多いですし、タイらしい料理もありますし、なかなか良さそうなラウンジメニューです。バンコク滞在中にガパオを食べる機会がなかったのでちょうど良かったです。乾杯。安定のさっぱりとしたビールでついついグイッと飲んでしまいます。ガパオの方はまずはチキンからいただきます。タイ料理の中でもガパオはかなり好きな方ですが、やっぱり本場のガパオも美味しいです。本場のガパオは日本より辛さをより感じます。量を食べなくても少しヒリヒリしてしまいます。これにさっぱりとした味わいのチャーンビールがよく合います。続いて豚肉の方もいってみましょう。味はそれほど大きく変わらないかと思います。どちらも美味しいですけども、ポークの方が肉のジューシーさが感じられて個人的には好みかなと思います。このガパオから出た汁を吸ったライスが、これがまた美味しくなるんですよね。止まらなくなる美味しさです。続いては魚のフライ、ビュッフェ形式ですので魚を揚げて少し時間が経っているわけですが、それでもサクッと感が残っていまして、これも美味しいです。ラウンジ内のメインメニューは日本人の口にも合いますし、料理のクオリティは高い方かと思います。まずは一皿目完食です。続いてはエビのワンタンスープとエッグヌードルを取ってきました。スープは共通のスープを使っており、エッグヌードルの方にはネギをトッピングしてみました。綺麗な色をした少しだけ縮れ感のある麺でしょうか。まずはエビワンタンの方からいってみましょう。スープは常に温められており、とても温かい状態で提供されますので、冷ましていただきます。こうやって冷ましている最中もエビのいい香りがしてきます。こちら中の具材を噛むと、さらにエビのいい香り、甘みが口に広がります。スープだけでも出汁が効いてとても美味しいです。鶏ベースかなと思います。麺の方は卵が入っているからか、かなり柔らかいもっちりとした麺です。そしてチャーシューも美味しい。しっかり煮込まれているのでしょう。肉の身の部分はしっかりと締まっています。少しだけ入っている肉の脂身の部分に当たった時に脂身の甘みを感じられて、これも美味しいです。スープのみで強い味付けはないですが、美味しくいただけます。食後はスイーツ、せっかくなのでタイらしいスイーツカオトムマットをいただいてみます。ココナッツミルクで味付けされたもち米にバナナや小豆を混ぜてバナナの葉で包んだ料理です。タイの伝統的なお菓子です。この中に入ったピンク色の物体がバナナです。こんな色をしたバナナ初めて見たかもしれません。実際に食べてみた感じは日本の和菓子、もち菓子に似てるかなというふうに思いました。でもこのねっとり感と口に残る感じが個人的にはちょっとあまり好きではないかもしれません。さすがに2つ目は食べれません。甘さ控えめで美味しいという意見も多いようですが、和菓子が好きな方は口に合うかもしれません。個人的にはですね、やっぱりスイーツといったらアイスです。チャイティー味のタイらしいアイスをいただきます。甘いミルクティーのような味です。やっぱり同じ甘いでもアイスの甘さの方が好みのようです。普段食べる機会の少ない味のアイスが味わえて、このラウンジのアイスのチョイスはなかなか良いです。しかも美味しいですしね。完食。食事を終えまして、出発前にシャワーを浴びたいと思います。ラウンジ内にはスペース広めのシャワースペースが用意されています。洗面スペースは横にちょこんとある感じです。ドライヤーがきちんと用意されているのは助かりますが、歯ブラシなどのアメニティ類はないですけども、機内にはありますので、搭乗後に機内のものを使えば良いでしょう。その他利用できるものとしてはこちらのタオルくらいです。
シャワーの勢いはそれなりにありますので使いやすいかと思います。シャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュが用意されています。最後にドライヤーの勢いも問題ありません。シャワーを浴びてこの後の登場に備えます。シャワーを浴び終わった頃にラウンジのメニューが少しだけ変わっていまして、ココナッツジュースが用意されていました。やっぱりフード、ドリンクメニューはとてもいいラウンジだと思います。それでは時間になりましたので機内へと乗り込みます。今回はこちら TG682 便、22時45分の便で羽田空港へと向かいます。機体につきましては行きの TG677 便と今回の TG682 便、同じボーイング777-300ER を使っていますが、行きの便の機体は新しく、今回の機体は少し古いようで、内装が少しだけ異なる点ご注意いただければと思います。機内はこのようなデザインになっています。全体的なデザインは行きのフライトと同じく紫をベースとした意外にも落ち着くおしゃれなデザインです。そして今回の席はこちら、窓側の席を確保しました。ビジネスクラスの座席は窓側であれば1列となっていまして、隣に誰もいない状態の環境で移動することができ、かなりリラックスできますが、座席の位置は窓側と通路側があるので座席指定をする際に確認されるといいと思います。このように座席の高さに合わせて奥側にスペースがありますので、フルフラットにすればフライト中この部分に足を伸ばして横になることもできます。こちらスリッパもありますのでスリッパに履き替えました。やっぱり靴を履いている状態よりもスリッパの方が圧迫感がなくリラックスできるのでいいですね。この手触り感がいいモフモフのブランケットも用意して出発準備完了です。あとは就寝時間になった時に使えるものとして枕、こちらも紫色の枕です。それからこの中にマットレスパッドも入っています。深夜便で寝るタイミングとしてはちょうどいいので後ほど利用したいと思います。モニターはこのサイズです。10年以上前の機体ということもありまして、すごく綺麗大きいというわけではないものの、これくらいあれば十分でしょう。そしてテーブルがこんなところに設置されています。行きの新しい機種では横の荷物置きのスペースの中にテーブルが収納されていましたけども、この機体につきましては壁に貼り付けされています。このタイプはテーブルの位置の微調整ができないので、それが若干のデメリットです。でこちら座席の横に座席の位置やリクライニングの調整ができるボタン、モニター用のリモコン、それから下にはちょっとした収納スペースがあります。モニター用のヘッドホンの差し込み口、電源などはこちらにあります。やはり古い機種ですので新しい機種と比べるとちょっとした配置などが悪い気はします。こちらはタイの高級シルクメーカージム・トンプソンのポーチに入ったアメニティポーチもいただきました。中身は行きのフライトと同じです。帰宅後に別途撮影したものになりますが、アイマスクや耳栓、靴べら、歯ブラシ、歯磨き粉、靴下、アロマオイル、リップクリーム、ハンドクリームが入っています。ウェルカムドリンクはこちらシグネチャードリンクのタイティーをいただきました。もちろんシャンパンなどを選ぶこともできますが、せっかくなのでタイらしいドリンクをいただきます。そしてこれがまたタイらしくて甘い、アマタの僕でも甘いと感じるぐらい甘すぎるティーです。ティーと言われなければジュースだと感じてしまう甘さです。でも疲れた時にはぐいぐい飲んじゃいそうです。ウェルカムドリンクを飲み終えた頃にはいよいよ出発です。ビジネスクラスのシートベルトは3点方式、車のシートベルトと同じような肩からかけるタイプのベルトもかける必要があります。最近タイ国際航空が劣化したという声もあるようです。個人的にはおそらく2つの原因があるかと思っています。一つはそもそも同じ日本とタイを結ぶ路線でも機体の新しさが全然違うところです。新しい機体を利用した数年後に古い機体を利用しますと、あれちょっと劣化したと感じることもあるのかなと思いました。さらに古い機体をずっと使っていればちょっと古いなとやっぱり感じてしまうこともありますからね。
そして2つ目はコスト削減によるものです。行きのフライトでも説明しましたが、タイ国際航空では経営再建が行われていました。様々な点でコスト削減を求められた結果、ところどころで劣化を感じてしまうサービスっていうのもあるのかなと思いました。先ほど利用したラウンジで以前は無料のマッサージのサービスが提供されていましたが、たまたまなのか理由は分かりませんが、今回はやっていませんでした。その他のサービスについてもタイの物価上がっていますし、今までと同じコストで同じサービスを提供するということが難しくなりつつあるのだと思います。まあそれでも他の航空会社でも例の病の影響でコストカットが求められ減ってしまったサービスというのはあるわけなので、タイ国際航空に限ったお話ではないのかなと思います。離陸して1時間ほどしますと軽食の時間になります。深夜便で多くの方は寝る体制になっていたり、ラウンジで食事を済ませている人も多いため、食べない人も多いようです。参考までにこの日のメニューはこちら。左上のファーストサービングが最初に提供される料理です。わさびで味付けされたタコやエビのマリネ、チキンなどが含まれた料理、もしくはカレーソーセージが入ったさつまいもパン、豚肉の料理などです。メインではないためこちらはちょっと飛ばします。メインの料理は到着2時間前に提供されますので、それまで仮眠を取りたいと思います。先ほど紹介したマットレスパッドを敷いて枕を設置するとこんな感じになります。ぴったりと座席のサイズにはまっております。横になっても足を伸ばせますし、かなりリラックスして機内での時間を過ごすことができます。座席の幅も51センチありますので、寝る体勢になってもそれほど圧迫感を感じません。縦横ともに横になって寝るには十分なスペースです。それではおやすみなさい。3時間ほど仮眠をしまして、お手洗いにやってきました。お手洗いのこの壁のデザインも他の航空会社にはないなかなか独特なデザインでおしゃれです。こちらにはハンドソープとハンドクリームがありまして、上には匂いが気になるトイレで使える香水、自分が使う前後どちらにも使えます。そして質の良さそうな歯ブラシなどが用意されています。それでは朝食の準備をしましょう。テーブルは先ほど紹介した通りこちらの壁に収納されています。これを広げるのですが、これ固定されてしまっていまして、角度を変えられる程度となっています。ということで自分が前後に動くしかありません。これは古い機種ならではの点です。最近の新しい機材はテーブルを前後に動かせるパターンが多いかと思います。ついでにこちら、新機種ではあったこの棚の上にあった収納スペースもありません。朝食のメニューはこちら左下のメニューになります。和食、洋食、タイ料理から選ぶことができます。ドリンクメニューはこちら、朝食ですがシャンパンも飲めますし、赤ワインや白ワイン、それからビール、タイティー、各種ソフトドリンクが提供されています。注文したのはこちら、シグネチャードリンクのタイティーバイオレットブリスバタフライピーライムエードというドリンクです。名前がとても長いドリンクです。でも色、名前ともにおしゃれそうなドリンクです。少しカメラが近くてごめんなさい、カメラを置く場所がありませんでした。飲んでみた感想はですね、すごくやっぱり甘い、ライムエード、ライムが入っているため強い酸味を感じます。紅茶にレモンやライム入れることあるかもしれませんが、これちょっと絞ったぐらいの量ではなくって、量はかなり入ってると思います。もうざっくり甘酸っぱいジュースです。メインの料理はもちろんタイ料理を選んでみました。スモークフィッシュをトッピングしたジャスミンライスとトムクローンスタイルスープです。こちらメニューには書かれていませんでしたが、揚げパンもいただきました。ヨーグルトは明治のブルガリ、タイで販売されているものですが、日本のメーカーの名前を見ると安心します。まずはそんな明治のヨーグルトからいただきます。さすが日本の明治です。タイで販売されているものですが、違和感なく美味しくいただけます。フルーツの盛り合わせもいただいておりましたので、フルーツと合わせていただけます。
ヨーグルトとブルーベリー、個人的な朝のルーティーンです。それでは肝心のメインの方も行ってみましょう。まずはスープのみいただいてみます。魚介の出汁やハーブが効いたシンプルな見た目ですが美味しいスープです。このスープをジャスミンライスにぶっかけてみます。スープは全然違えど魚の旨味も感じますし、日本のお茶漬けのように美味しくいただけます。旨味が詰まっていまして、これはご飯が進みます。スープで柔らかくなったご飯の中にカリカリとした乾燥した魚も入っていまして、たまにこれが当たるとさらに強い魚の旨味も感じられて美味しい。タイ料理であまり魚のイメージはなく、このようなタイプのタイ料理初めてですけども、全体的にはとても美味しい料理だと思います。でもやっぱりタイ料理ところどころ辛いです。やっぱりこんなところはタイ料理らしいですね。先ほどお話ししたタイ国際航空劣化疑惑、機内食という面で見ますと、少なくともビジネスクラスであればタイ国際航空の料理は日本人好みの味で美味しくいただけるかと思います。行きも帰りも大満足の機内食です。機内食を食べ終えた頃にはもう東京まで残り1時間です。長いフライトもようやく終わりとなります。総括としましては、食の面ではラウンジも機内もとても美味しい料理を提供いただけますし、日本人好みのタイらしい食事も味わえるということで、日本を出発した直後から帰国ギリギリまでタイ気分を味わうのにはちょうど良い航空会社かと思いました。設備の面では機種によっても若干異なるものの、すごくこれがいいこれが悪いという点もなく、他の航空会社のビジネスクラスと遜色ないかと思います。個人的にはビジネスクラスは隣に誰もいないだけ、もうこれだけでですね大満足なので、十分な設備かと思います。タイのみならず東南アジア各国、それから一部ヨーロッパなどへの乗り換えで利用する機会もあるかと思います。また利用してみたいと思える、そんな航空会社かと思いました。皆さんにおすすめできる航空会社かと思います。それでは無事に日本に帰国しましたので、今回の動画はこの辺りで終わりとさせていただきます。今後も旅行の動画をアップしていきますので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をお願いします。それから概要欄にインスタグラムのアカウントも載せていますので、インスタグラムのフォローもお願いします。はい、それではまた次の動画で。